レーの匂いがすると無性に腹が減るな。わかります。カレーは食欲がなくても食えちゃいますよね。実は俺ね、カレー作るの結構好きなんですよ。大量に作って1週間寝かせたカレーはコクが段違いなんです。おいおい、そんなに寝かせたらさすがに痛むんじゃねえのか。極上のコクと旨味を味わえるか、痛みに負けて腹を壊すか、食うまでわからないギャンブル性のある禁断の料理ってところです。負けた時悲惨だから、そのギャンブルはやめておけ。よし。